アニマスファンキーズの熱狂男ドアホープロ野球。マミさんも拍手してくださってまして、本日も動画撮影をしております。どうぞABC ラジオの公式 YouTube チャンネルで、先週までのネタもしっかり映像でアップしてますんで、今日の分も来週明けには皆さんにご覧いただけますんで、まずは音声でお楽しみくださいませ。よろしくお願いします。どうも、長崎です。お願いします。いやー、僕ね、はいはい、ちょっと今までの人生でその迷子に遭遇したことがなくて。あ、なるほどね。そう、実際にその迷子のことがおったら、そのお父さんとか、その迷子センターまでちゃんとこう届けられるんかなっていう。なるほど。それが心配で、ちょっと。あ、そうか。それやったら練習してみたらいいんちゃう。練習いいですか、練習させてもらって。俺ちょっと迷子の子供やるから。あ、ほんまに、じゃあ迷子センターの人です。はいはいはい、はい、どうしたの。迷子になっちゃったよ。迷子になったの。うん、じゃあちょっとおじさんの家で遊ぼうか、ちょっと。は、じゃあ何何もしないから。絶対するよ。大丈夫大丈夫、何もしない。怖い、何もないよ。怖いよ。ちょっと待って、絶対するから、そんなやつは。じゃ普通に連れてきてくれたらいいから。ちょっとあの迷子センター行こう。はい、行こう。迷子になったみたいなんですけど。わかりました、うん、こんにちは。こんにちは。お父さんの探してるのかな。うん、じゃあちょっとさ、特徴教えてもらっていいかな。お父さんの、なんかお父さんは阪神タイガース史上最強の1番バッターだったんだって。阪神タイガース史上、うん、最強の1番バッターらしいよ。それ真由美明信さんちゃうか。そうなの。そうやろ。わかんない、わかんない。だってあのボール飛ばない時代に1番バッターで34、5本打てたよ。わかんない。ちょ、今で言ったら山田哲人さんみたいな。わかった、わかった。そんなにすごいの。ちょっとサインもらえる。わかんないよ。すいません、お父さんにサインもらって。ごめんなさい、あの、もっと聞きたいんで。すいません、ごめんなさい。なんかもうちょっとないかな、ちょっと分からへんから。なんかお父さんはゴルフが好きすぎて、プロの試合にも出てたって。なんなんその特徴。それは真由美明信さんやん。そうなの。だってゴルフ好きすぎて、年間120回行くらしい。めっちゃ行くやん。そうなの。すごいな。 PGA の CM も出とったらしいから。何それ。わかんない。真由美さん、ちょっとサインもらえる。怖いって。じゃあサインええからさ。怖い。じゃあもうその、なんとなく分かんねんけどさ、もうちょっとなんかこう特徴ない、もっと。あ、特徴。なんかお父さんは男の夢っていう曲出してたって。どういう特徴なそれ。男の夢がっていう曲出しとったけど。めっちゃ好きやなお前は。クラウンレコードから出しとった。めちゃくちゃ好きやん。知らない、知らない。前にさ、ちょサインくれ。わかんない。違う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 。怖い怖い怖い。もっとあるやろ。え、お父さん、なんかお父さんはなんか名前がコールされるとミッキーマウスマーチが流れたんだって。それ何だよ、先からその特徴は。確かにその人気も実力もめちゃくちゃあったから、一番マユミって言われたら、マユミマユミホームランってみんなで大合唱しとって。むっちゃ好きやなお前は。怖い怖い、わかんない。じゃあもうええて。何。お父さんがマユミさんって分かったけど、君いくつ。僕6歳。嘘つけよお前。マユミさんに6歳の子供もらんよ。もらんやろ。ちょっと家で遊ぼうか。いや、連れてくな、もう今。どうもありがとうございました。いやー。